って iTunes に戻って。FM Naha。沖縄ビジネスサテライト。沖縄県内の法人は約25,000。昨年だけで1800社もの会社が誕生しています。この番組は企業率全国トップの沖縄県で中小企業サポートを行っている3人のパーソナリティがビジネスや経営に役立つ情報をお届けします。毎週ゲストとして県内の経営者をお招きし、開発秘話や大ピンチ話から成功の秘訣までぶっちゃけ話を聞き出します。うちなんちの皆さん、あなたが知っている商品や会社の裏側、聞いてみたくないですか？はい、皆さんこんにちは。沖縄ビジネスサテライト、本日の代表 MC は私、組織人材のコンサルタント伊波直子がお送りいたします。まずは簡単に私の自己紹介をさせていただきます。私は企業の人に関するあらゆる課題を改善して事業を活性化させるコンサルタントです。まず会社の理念やビジョンに沿って人が目的意識を持って働ける組織を構築します。組織に会社の夢と働く人の夢がリンクするところを作ることで、会社と働く人が勝手に成長するようになります。根本的な改善をするのでリバウンドなし、人が経費ではなく継続的に資産になるのが得意なところです。沖縄ビジネスサテライト、本日は私伊波が番組をナビゲートいたします。はい、早速ゲストを呼びいたしましょう。本日のゲストはバケーションキッチン代表の知念佳代子さんです。こんにちは。こんにちは。はい、本日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いいたします。今日はですね、初めてのちょっと遠隔の手の収録ということで、はい、このコロナウイルスの感染症の対策で、はい、実はゲストに、はい、スタジオには知念さんいらっしゃらないんですけども、事業の事務所で、はい、今日はお話をお伺いさせていただいております。早速なんですけれども、はい、ありがとうございます。こんな中本当ありがとうございます。早速なんですけど、知念代表の事業、何をされてる会社か、ラジオのお聞きの皆さんにご紹介お願いいたします。はいはい、ありがとうございます。はじめまして、バケーションキッチン代表知念佳代子と申します。私バケーションキッチンは心を込めた食作りというのをコンセプトに、手作りのメニューを調理して販売や配達しております。はい、で現在はちょっとできていないんですけれども、幼児や親子のための食育教室というのも合わせて行っております。ああ、そうなんですね。なんかもともと保育士でもいらっしゃるんですよね。はい、そうです。はい、なので子ども向け、伊波さんと初めてお会いしたのも親子料理教室。そうでしたね、はい、本当1歳か2歳ぐらいの子が今7歳になったんですけども、そのぐらい前にはい、はい、お世話になりました。ありがとうございます。創業は、この事業を始められたのは、いつですか？そうですね、実は2010年今年10周年目なんですよ。おめでとうございます。はい、ありがとうございます。企業準備という形で2010年の6月から一人でまずこの活動をしていこうという形でスタートしました。お一人で、その時は店舗を持った、うん、はい、うんうん、
店舗を持たないで出張調理という形で、あのフリースクールで昼食を作ったりカフェや社員食堂で調理をしてきました。じゃあお一人で、そういった調理をその場でするっていうサービスを施設でとかで、はい、カフェなどでされてたんですね。じゃあ、はい、そもそもこのどんな思いでとか経緯があって、はい、その2010年にあのお一人でこう創業されるに至られたんです、はい、きっかけは何だったんでしょうか。あの昔からお店をやりたいなっていう漠然とした夢はあったんですけれども、まあ、料理の勉強をしたり現場でカフェとかで働く中で、今私お店をやりたいのじゃなくてこの食事をあの届けたいんだな、食べてくれる人に作りたいんだなっていう思いが強くなりまして、そうだ出張で行くっていうことをやってみようということでスタートしたんですね。でももう手探りだったんですけれども、あのたまたまサポートしてくれる方がその時その時にいらっしゃって、あのこのような形で進めることができました。そうなんですね。じゃあその2010年に始められて、はい、最初の経営は、はい、あのスムーズに進まれました？全然あのもうまだ起業準備という形が本当に長くてですね、なかなかそうですね1年2年ぐらいあちこちに行ってこういろいろなテスト販売みたいなことをさせていただいたりしていたので、はい、大変でした。そうなんですね。最初どのぐらいその大変だったというか、はい、こう手探り時期っていうのはどのぐらいあったんですか？ま、あの一人なので身軽ではあるんですけれども、うんうんうん、月曜日は、例えば宜野湾に行って、火曜日は浦添に行って、うん、水木は読谷に行ってとかで、全てあのメニューも違うし作るかあの、ね、相手の方も違うので、うんうん、その辺ちょっと頭がパニックになりそうだったんですけども、はい、楽しいお仕事でした。はい、じゃ あのその創業当初の売れ行きとか、まあ、周囲の反応とか、はい、お客様の反応っていうのはどうだったんですか？はい、フリースクールは子どもたち幼児から小学生向けに作っていたので、はい、もうここはあのすぐ直に反応があるのでとても分かりやすかったです。でこのフリースクールでの昼食がきっかけでまたあの親子食育教室とかをあのやりたいなと思うことになったので、はい、この経験は次につながるとてもいいものでした。あの私も何度かあの知念さん作られたお料理あの食べさせていただいてたのてるんですけど、ありがとうございます。はい、あのとても本当に優しいお味でお野菜が豊富で、はい、なんか毎日これ食べてたら健康になれるななんて、うん、あの思いながらあのあ、はい、あの食べさせていただいたんですけど、その、はい、創業当時からのこのこだわりみたいなものって、はいはい、何をこうモットーにというかされていらっしゃるんですか？まずあの沖縄の食材を使いたいっていうこともあるんですけれども、うん、あとは私自身が家族に食べさせたいもの、うんうん、安心安全だったり、うん、あの本当栄養があるというかバランスが取れるというか、うん、まず私が食べてもらって、ね、家族に食べさせたいものってきっと一番気を使っているじゃないですか、うんうんうん、それをお客様に同じように食べてもらいたいということで、食材から調味料まで私の方で、まあ、考えて選んで使わせていただいてます。そうなんですね。じゃあその紹介していただいたというこのね、あの小さい子たちがいるところに出向いてこうお食事作られたっていうところは、多分その、はい、そういうこだわりがなんか伝わったのかななんてちょっと思ったんですけども、はい、そうですよね。子どもたち特にあの成長する時ですから、うん、やっぱり食事楽しく美味しく伝えられたらいいなと思って作ってました。じゃあ、あのお一人でされてた時期があって、こう、はい、軌道に乗るまでっていうのは
こうどのぐらいの時間がかかって、はい、まあどなんだろう軌道に乗せるためにこうどんな工夫とか改良をされたんですか？あのきっかけは社員食堂 IT 会社の社員食堂を担当させていただいたことだと思うんですね、はい、今までこの不定期というか毎日違うところをちょっと回らせていただいてたのを、うん、月曜日から金曜日まで会社の方のために社員食堂を受けたまわらせていただくことになって、うん、一箇所のところに入って調理をするという形で、でそれをきっかけにやはりちょっと一人ではいろいろできないことが出てきたので、スタッフを仲間を増やして今の形に持っていったということですかね。それは2010何年に、初めて一人、そうですね、から雇われたというか2012年の4月にこの社員食堂が、はい、じゃあもうスタートしたの2年ぐらい、じゃあ創業しても2年で人を雇われることになったんですね、スタッフの方は、はい、うん、もう本当に助けていただくような形でのスタートですが、はい、はい、なんかその軌道を乗せるためにこう工夫されたりとか改良したりとか、なんかそういう何か、はい、まあ、人を雇われたっていうのは一つだと思うんですけれども、はい、そうですね、まあお仕事があって人を雇うことができると思うんですけど、うんうん、やっぱり私の作りたい料理を理解してくれるメンバーがいないとお仕事も取れないので、やっとこの私の作りたいお料理を手伝ってくれたり一緒になって作ってくれる人ができたところで他のお仕事もまた増やしていけるっていう形が増えてきたので、はい、いつもやっぱり人材についてはとても悩んでいたり重要だなと思っています。なんかその IT 会社の社員食堂をされた後、はい、はい、はい、今までどのようにこうビジネスの展開が大きくあったんでしょうか。今この事務所からちょっとお電話でお届けしてるんですけれども、うん、事務所兼セントラルキッチンを待望の、はい、これを4年前ですね、4年前に作ることができて、それまで店舗という形がなかったので、まあね、うんうん、終わって先に行って作っていたんですけれども、うん、今このキッチンができたのでここを仕込み場所として、うん、調理をしてお届けするっていう形が取れるようになりました。そうなんですね、はい、っていうことは、はい、取引先とかも増えたっていうことですか？その IT 会社の社食だけじゃなくて。そうですね、こちらで作って今はですね指定障害福祉サービス事業所の方にお昼ご飯を届けることと、一般向けに一般のお客様にちょっと販売することがこれまで難しかったんですけど、ここでお作りして予約販売という形で販売するようになりました。あ、そうなんですね。今、はい、コロナウイルスで、多分休校中だったりして、はい、こう、はい、お母さんたち自宅で作る料理、はい、毎日大変だなっていう声も聞くんですけれども、はい、今、はい、そのお惣菜の事業っていうのは、はい、このコロナウイルスになってなんか変化がありましたか？はい、大きく変わってると思います。そうなんですね。私がこのお客様に販売を始めたのもう実はここができてなので4年前ぐらいなんですけれども、うん、この間私も産休育休が、まあ、そんなに長くは休めなかったんですけど入ったりしていたので、うんうん、なかなか宣伝もできなくて、うんうん、まあ知る人ぞ知るではないですけど、本当に。あ、その時何名でされてらっしゃったんですか？その時は社員食堂もあったり他のお仕事もあったりなので、もう同時に各所分かれて
3名、4名ぐらいが同時に動いているっていう形でした。はい、そうなんですね。ねえ、ご出産もされての中で、はい、ねえ、そうなんです。はい、でたまたまスタッフがみんな子育て中で、はい、4人ぐらい連続で私からスタートしてしまったんですけれども、ずっと産休育休産休育休っていうのを繰り返してました。最近やっと落ち着いてきて、ここからかなと思った時のこのコロナ、はい、コロナウイルスだったので、ちょっと難しい現状というか、思ってもいなかった方に動いてはいます。じゃあ今お惣菜の事業が注文が増えたっていうことですか、はい、コロナで。あ、はい、ここそうですね、このゴールデンウィークは特に増えたなという感じがします。そうなんですね。私自身もうまく宣伝もできてなかったんですけど、皆さんテイクアウトを探されてるので、それで問い合わせくださったりっていうことがありますね。主にはその皆さん、どのようなお惣菜の取り方というか、何が人気なんですか？ですね、私の方、常備菜？常備菜も、はい、作っていまして、うんうん、だいたい5品とか8品をお客様にお渡しして召し上がっていただくんですけれども、うん、お弁当という形ではなくて、おかずでお渡ししているので、お家に持って帰ってから使う分だけ召し上がっていただいたり、保存しながらアレンジしていただいたりという形で使ってもらっています。そうなんですね。なんか冷凍でもご案内もされてるみたいですね。はい、冷凍できるものは冷蔵庫にやっぱり入れても常備菜1週間はちょっと持たないんですね。なるべくなら 2,3 日で食べていただきたいので、もし冷蔵保存する場合は持って帰ってすぐ半分は冷蔵してくださいとか、これはちょっと冷蔵できないので早めに、冷凍できないので早めに召し上がってくださいというようなご案内しながらお渡ししてます。そうなんです ね、助かりますね、はい、そしたらお母さんなんかも毎日、やっぱり私もちょっと子供がいるので毎日作ってますけど、もうお母さん、飽きたとか言われて、はい、お母さんの料理、はい、ここに来て本当に子供の食事3度が大変でっていうお母さんとっても多くてですね、もうちょっと手を抜きたくてね、手を抜きたくてって、もう生き抜く方がいいと思いますって言って、メニューを考えるのも大変っていうお声がありますね。そうですよね。かといって、ちょっとスーパーのお惣菜だと栄養面とか添加物とかが私も心配なので、なかなか、はい、そちらには足が向かないんですけれども、なんか安心安全で美味しいお食事っていうのが、常備菜として冷蔵庫にあると、はい、本当精神的にもすごく楽しく楽にできるなって今思いました。そうですね。ねでも、お子様用にお作りしてるんですよ。お子様用の薄味を結構、お子様用の薄味とか、ちょっと体調面でお砂糖を減らしたいとかいうご要望はできる限りお受けするようにしていて。そうなんですね。それはありがたい、はい、本当にできる限りのところまではお客様に寄り添えたなと思っています。でもそんな中ね、ちょっとご注文が増えていらっしゃって、配達もされていらっしゃるということで、はい、なんかお困りのことも出てきてるようなんてお伺いしたんですけど。はいはい、やはり自粛期間中のでスタッフも、出勤を控える方もいますし、それで私も自分でできる範囲でと思ってたんですけど、やっぱり一人でできることに限度がありまして、本当に配達に行くのが大変で、中でね、お店に受け取りに来る方もいらっしゃるので、ちょっと困ってたんですね。はい、ねえ、なんかこう緊急事態宣言なので、働くっていうことも自粛を、ね、はい、在宅でっていうのもありますけれども、
やっぱりそれでお困りの方にも届けたいしっていうところで少し葛藤がありますよね、はいはい、あります。とてもあります。お客様はあのこの時だから持ってきてもらえたら助かるって言ってくださるので、私はお客様のためにできる限り作りたいんですけど、はい、ね、あのもしあの今逆にこう自粛で手が空いていらっしゃる方とかで、はい、こう3密にはならない状態を作れて、はい、あのお仕事できるようでしたら、ね、はい、どなたかこう手伝っていただける方がいらっしゃるといいですよね。助かります。ぜひよろしくお願いします、ね、はい、こちらでもちょっと宣伝させていただきながらと思います。ありがとうございます。はい、あの、はい、そろそろ、はい、はい、今日は何かプレゼントいただけるということで、はい、そちらのコーナーに移りたいと思うんですけれども、はい、知念さんから今日特別にリスナーの皆さんに、はいはい、あのプレゼントをご用意していただいているとお伺いしたんですが、お願いしていいでしょうか。はい、バケーションキッチンの、はい、手作りドレッシングをあのお渡ししたいなと思っています。うん、これずっと結構人気がいろんなところでありまして、はい、召し上がっていただきたいなと思います。これはオリジナルドレッシングなんですね。はい、で、県産の人参もあります。人参を使ったドレッシングです。いいですね。なんか人参の栄養生で取れたりすると本当に、はい、じゃあちょっとこちらのプレゼントを、はい、今日は何名様に、はい、3名様にお渡しをプレゼントできたらなと思います。ありがとうございます。あの欲しいと思われた方は今回はあの、はい、店頭にてお渡しということで、事前のお電話で、プレゼント応募をしていただければと思います。はい、バケーションキッチンの電話番号を申し上げます。0989171557、0989171557。宜野湾でいらっしゃるんですよね。はい、そうです、はい、ちょっと配達で出入りしていたりもしますので、あの事前にお時間と受け取り日調整できたらなと思いますのでお電話ください。はい、ありがとうございます。お電話の際はですね、おきびじプレゼント応募でおきびじ聞きましたとか言っていただければあの、はい、通じます。で、はい、お待ちしてます。はい、期限を、今から本日5月6日から2週間の5月19日の火曜日までとさせていただきます。受け取りが19日じゃなくてもですね、19日までにお電話いただければ、はい、あの対応してくださると思います。はい、はい、ぜひご応募お待ちしております。はい、お待ちしております。はい、ではあの最後になったんですけれども、あの、はい、出演者のゲストの皆さんに伺ってるんですけれども、はい、知念代表にとって経営とは何でしょうか。はい、あのこのコロナもあってとても人と人のつながりが変わってきてるなとも思うんですけれども、私はいつでも私のできることって小さいかもしれないんですけど、どなたかの役に立つための仕事を継続してできることが経営なんじゃないかなと思って、そこをあの心に思ってお仕事させていただいています。ね、今のこのコロナの現状に何か私はすごくグッと心にくるものがありましたけれども、はい、どなたかの役に立てるまで頑張ろうと思います、ね。はい、でも知念さんもね、小さいお子様いらっしゃるので、ご家庭のね、家族の、はい、ご自身の家族の健康も含めてご無理をされないように、はい、はい、授業の発展も含めて、はい、はい、お祈りしております。私も何かお役に立てることがあったらお声かけいただければと思います。いつもありがとうございます、本当に。はい、はい、今日はバケーションキッチンの、はい、知念代表にお越しいただいたんですけれども、貴重なお話、またこの状況での、生活の支えとなるようなお惣菜のお話もしっかりと伺って、貴重なお話をどうもありがとうございました。こ
こそありがとうございます。はい、はい、いいお話が伺えました。今日はですね、おきびじキーワードとしては、自分ができること、小さなことでも役に立てることという知念さんの一番最後の言葉がとっても心に響いたなと思いました。この番組は沖縄の企業を元気にするシーマコンサルティング株式会社キャリア&スタディーズの提供でお送りしました。というわけで、次回も水曜午前10時半、沖縄ビジネスサテライト、来週も素敵なゲストをお招きしてお届けしたいと思います。それでは次回もあの人に学ぼう、おきびじでー。